はい、食べるだけで運気上昇、2019年3月の開運フード、はい、開運ウィーク第3弾はですね、はい、食べ物開運ということで、その月その月によってこれを食べると運気が上がるぞという、まあ、料理であったり食材であったり、まあ、いろいろなんですが、3月はですね、本当に多分誰でも使えるというところで、まず開運フードそのものは、カレーでございます。カレー、これはもう幅広いですよ。とても日本風のね、洋食屋さんのカレーとか、お蕎麦屋さんのカレーとか、あとインドのこう本式なカレーとかですね、もういっぱい種類あるし、確かに、でお店じゃなくてももうレトルトでも売ってるし、もういくらでもありますから、応用がとてもたやすいと思います、はい、で、まあ何でも結構なんですね、そして、これ特に食べると効果のある日が3日間ほどあります。はい、はい、まず、早い方からいきますと、13日、はい、そして、22日で31日と31日、はい、で逆にあんまり食べない方がいいよっていう日があるんですが、これ今挙げた3日間の1日前が全部そうなります。ややこしいですけどもね、はい、ダメな方を今から上げます。12、21、30、こっちダメな日、その翌日の、良い日、はい、13、22、31、これ1日の差が運命の差になりますので、間違えないようにしてください。ぜひ、はい、はい、カレー好きですか？カレー好きですね。もうなんか僕その昼間カレーライスね、その外食でそうで食べて、その後夜その友達とね、その何食いに行く、ちょっと友達はカレー食いたいんだよねって言ったら、その普通だったら、あ、今日これ昼食っちゃったんだよねって、じゃあ違うものにしようかっていうところ、俺はそのいやカレー食いたいって向こうが言ったら、いやいいよって行く、言うタイプですから。そう、ね、昼間カレー食っちゃったから夜も食おうっていうタイプで、はい、もう平気なんですけど、先生どういうカレー好きですか？俺ね、いや両方とも好きなのよ。いや最近ね、ココイチさんってあるじゃないですか、はいはいはい、行ったんですよ、で、あんまり俺行かないんで、本当にもうね、5、6年ぶりぐらいに行ったんじゃないかなって気がするんだけど、なんとなく入ったんですよ、で、なんかこう日本のいかにもこう洋食屋さんというか、その和風カレーじゃないですか、あのカレーって、でああいうのももちろん大好きだし、でもインド人のやってるような本当にこうインド料理屋の、はい、はい、本格的なね、アルミのこんなのがポッポッポッと置いてあって、ナンが置いてあって、ああいうのももちろん好きなんですよ。だからもう基本ね、何でも OK です。あ、カレーだったら大好き。これ分かれるんですけど、カレーの具なんですけど、はい、その大きい方がいいか、それともね、分かる分かる、大きくない方がいいか。俺結構ゴロゴロ野菜入ってるの好きですよ。でかくこうザクザクザクって切ったジャガイモでっかいやつとかさ。僕もそっち派なんですよ。でっかい方が好きなんですよ。人参とかジャガイモゴロって入ってるのが、ゴロゴロゴロって入ってるやつね、が好きで、ゆで卵1個ゴロンと入ってるやつとかさだかそっちの方が今多分少ないと思うんですよね。それぐらい野菜でっかいのが、レトルトでゆで卵1個入ってるレトルトってのがあってさ、こう真ん中膨らんでんだよねあれも美味しいし、でさ、家庭で作るとだいたいほらこう家族分とかさ作るとさ、あれじゃない、ほら、作った後何日もカレー続くってない、でそれが俺がバカみたいに食うから、普通の家庭だったら多分3日4日続くやつが1日で空になるのよああ、じゃあその後ね、考えなくていいんですよ。カレーうどんにしようかとか、一切かもうすぐなくなりますから、一鍋作ってもすぐ食い尽くします。それくらい大好きです。いや僕もカレーは本当好きなんで、まあ、ただ僕辛いカレーがちょっと苦手で、でも俺もそう、やっぱりお肌弱い人は辛み弱いよねそうなんですかね、僕だからそのあ、辛くないカレーカレーは甘いですよはい、すいません、以上です、はい、カレー食べて開運してください、はい。